アルジェの街路に築かれたバリケード。1960年1月撮影。東京都港区アザブ台2丁目、ロシア大使館の付近に設置されている移動式バリケードバリケードは戦争などにおいて相手の攻撃や侵入を防ぐために築かれる障害物。戦場では相手の進行を塞ぎ妨害するために様々なバリケードが築かれる。特に迂回がしにくい。 市街地やアイロでその力を発揮する。素材は、あり合わせの瓦礫や土納から、鉄筋コンクリートなどまで、幅広い。戦車をはじめ大きな走行、戦闘車両はバリケードに、行動を阻害されやすいので、戦車単体の衝突で直接破壊することが不可能で、かつ、立体で乗り越えられない、構造物は、対戦車素足として機能する。具体的には、コンクリート製の巨大な角水や、 レールの基部を地中深く埋めて垂直に立てた構造物などが用いられる。バリケードを築いて部外者の入場を拒み、機関の機能を麻痺させる戦術をバリケードストライキと呼ぶ。革命など市民が戦闘行為をする場合には正規の公平がいないため防衛策としてはあり合わせのものでバリケードを築くことになる。近代フランスにおける 革命家のルイ・オーギュスト・ブランキの表した武装放棄共犯は、パリで武装を放棄した革命派のバリケード形成についての古典的マニュアル本でもあった。なお、ナポレオン3世の治世下で行われたパリ改造は、こうしたバリケード構築に適した狭く入り組んだ路地を仮想住民ごと排除し、軍隊の移動と大砲の使用を容易にするという治安上の目的とも絡んでいた。 日本においては、戸場、伏見の戦いにおいて、坂樽台場と呼ばれるバリケードが築かれている。これは、作り酒屋から徴用した坂樽を用いた野戦陣地と考えられている。1970年の安保闘争前後の全教頭による学生運動では盛んに利用され、東京大学、京都大学を、はじめ主要な国立大学や、早稲田大学、明治大学、 法政大学、中央大学、同志社大学、立命館大学などの主要な私立大学はのきなみ全学バリケード封鎖状態になっていた。韓国やスイスのように戦争や有事に備える国では、早急にバリケードを築く資材が常設されている。例えば道路沿いにコンクリートの塊を準備している上、道路をまたぐコンクリート橋に爆薬を設置できるようにしてあり、 有事の際には道路を塞いで敵機構部隊などの進撃を妨害する。近年では自爆テロや外戦右翼、暴力団などへの対策のため、軍事施設や外国大使館、皇居など重要施設の周辺に移動式や固定式のバリケードが設置されることも多い。パリ改造。コトバンク。2017年5月16日閲覧。ありがとうございます。